こんにちは、ハイズラボです。今回は NEC のタブレットパソコン、バーサプロ VK11CSK です。簡易的な作業用としての1台が欲しくて、記憶媒体がない状態のタブレットパソコンを格安で購入。このままでは全く使い道がないので、SSD の取り付けと Windows 10クリーンインストールをしようと思います。それでは作業に入ります。今回使用する SSD はこちら。シリコンパワー P34A60M2-2280NVMe250GB SSD。カバーを外し、SSD を取り付けます。取り付ける前にバッテリーコネクタを抜いておきましょう。プラスドライバーで SSD をネジで固定します。バッテリーのコネクタを戻します。カバーをします。これで完了です。次は Windows 10のクリーンインストールに進みましょう。別のパソコンでインストールメディア USB を作成してください。インストールメディアの作り方は過去の動画をご覧ください。コメント欄に作成動画のリンクを載せてあります。電源を入れて UEFI が起動するので、パソコン本体の年月日と時間を設定します。電源を切り、作成したインストールメディア USB メモリを挿します。電源を入れます。ブートメニューが開くので、USB、HDD をタップします。Windows 10のセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し、次へ進みます。今すぐインストールをタップします。Windows のライセンス認証は自動で認証されるので、ライセンスキーの入力は不要です。ライセンス条項が表示されるので、同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるので、カスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、対象のパーティションを選択し、次へ進みます。この時、必要に応じて、ドライブのフォーマットや、新規パーティション作成などをしてください。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されません。何度 Windows 10のクリーンインストールをしてもここから進みません。調査したところ原因がわかりました。この機種は
取り付ける SSD が NVMe だと正常に動作しないことが分かりました。NVMe の SSD ではなく、SATA の SSD を取り付ける必要があります。そして、用意した SSD がこちら。ウェスタンデジタルの SSD 250GB。もちろん、NVMe ではなく、SATA タイプ。同じ手順で SSD を取り付けます。カバーを外し、SSD を取り付けます。取り付ける前にバッテリーコネクタを抜いておきましょう。プラスドライバーで SSD をネジで固定します。バッテリーのコネクタを戻します。カバーをします。これで完了です。必要に応じて UEFI でブートの順番を変更してください。セットアップ、アドバンス、HDD、コンフィグレーションを選択し、SATA ドライブをオンにします。再起動します。同じ手順で Windows 10のクリーンインストールをします。今度は成功です。住まいの地域を選択し、はいをタップします。キーボードレイアウトは、はいをタップ。キーボードレイアウト追加は、スキップをタップします。ネットワーク接続の画面になります。この時、ネットワークに接続すると、マイクロソフトアカウントのログイン、または新規作成が必須となってしまうので、画面左下にある、インターネットに接続していませんをタップします。制限された設定で続行するをタップ。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをタップします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをタップします。以降は表示内容を確認し次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるのでしばらく待ちます。Windows 10が無事起動。
M2 の SSD だけあって、速度も速くて大満足です。取り付ける SSD のインターフェース等を間違えると、取り付けできなかったり、認識しないことがあります。この機種には NVMe の取り付けは NG なので、注意しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。